女子フリーの最終組の演技をご覧いただいています。先ほどの今川は第2位につけてきました。そして最終組21番目の滑走者河野真希です。ショートプログラムを終えて第5位です。最初のジャンプ、ダブルになりましたね。本来はトリプルだったんですね。ですね、昨日は決めたんですけどもね、はい、非常に手足が長くてジャンプが決まると綺麗ですね。まあ、この河野真希さんのお父さんはあのプロゴルファーの河野孝明さん、はい、あのマスターズでも、ね、リトル河野として活躍されましたけど ね、 そ, うですね、その長女の真希さん、その宙引いてるだけに非常に勝負強さありますね、はい、15歳からアメリカに住んでアメリカのハイスクールに通いながらスケートを勉強してきたということです。先生は小川さんと同じスコットボルト先生ですか。そうですね、あのナンシー・ケリガンを教えた先生ですね。そうですね、非常に厳しい先生ですね。あ、そして日本ではゆかさんのお母さんの佐藤久美子さんが教えてらっしゃいますね、はいはい。ゆかさんの得意の今のはループですかね。そうですね、あれはどういう状態になるとうまく飛べないんですかね。あのループジャンプっていうのは、やはりあの円の中、いつもこう、はい、軸が円の中にないといけないんですけれども、今のはちょっとこう外に外れてしまいましたので、タイミングがうまく合わせられなかったと思います。しかしその後綺麗に難しいジャンプを決めてきました。やはりループジャンプもそうですけども、ほとんどあのエッジジャンプはもうつま先の強さだけで決まりますね。あ、そしてやはりタイミングが重要だそうですね。これは綺麗に決まりました。この後半に来てのトリプルサルコは印象はいいですよ。全日本初登場の河野真希の演技をご覧いただきました。